Ciao a tutti, oggi siamo in spiaggia. Chiederemo alle ragazze giapponesi perché sono così magre e chiederemo il loro segreto. In Italia c'è questo stereotipo, le giapponesi sono magre, vero? Quindi oggi cerchiamo di svelare questo mistero insieme. Ok, iniziamo. Prima che iniziamo, comunque sempre c'è commento. Non si arrabbia Viviana, non si arrabbia Viviana. Comunque sempre c'è qui, Viviana. Dietro di telecamera, quindi non vi preoccupate. Senza pensare questo pensiero, divertitevi il video, va bene? Allora, iniziamo. Nande sonnani hosoi desu ka? Nani ka sarete masu ka? Amari jibun de hosoi to omottenai desu. Ah, sou desu ka? O futari tomo sugoi hosoi desu. Arigatou gozaimasu. Nani ka tabemono ni kyo tsukete tari toka, ato treningu saretari toka shite masu ka? Narubeku sou desu ne, yoru toka yasai o chushin taberu you ni shite tari, kintore o suru you ni shite tari toka. Wakarimashita. Ja, onee-san wa dou desu ka? 私は昨日3食辛ラーメン食べてきたんで、すごいね、マジで気を使うっていう。それででもその体型をキープできるんですか？それ彼氏に言ってください。いつもお腹つままれてるんで。でも好きなもん食べて好きに過ごすのが一番心の健康かなって思う。スポーツとかされてないですか？何か2週間前からちょっと水泳とカラオケ。じゃあまあまあ一応運動はして、まあその太らないようなそういうのはしてるっていう感じですかね。ガッツリ太るような生活しかしてないです。じゃあもう体型が多分体質がそういう感じなんですかね。ワンちゃん、あ、多分母の多分大陸の地が入ってるから多分筋肉質なのかな。なるほどね、わかりました、ありがとうございます。じゃあなんでそんなに細いんですか？ジムとピラティスを最近通い始めて、最近8キロ痩せたんですよ。すごいですよ、8キロ何ヶ月ぐらいで？でも2ヶ月ぐらい。すごいな。ご飯はちょっとヘルシーなものを食べるように気をつけました。なるほど、なるほど。じゃあ食生活を変えて運動しただけで8キロも変わるんですか？わかりました、はい、お姉さん。私もだいぶ痩せたんですけど前より、はい、私はずっと空手でちょっと運動してたからだいぶ絞れたんかな。黒帯ですか？黒帯です。すごいな。そんな言えるもんじゃないですけど。すごい。もうじゃあ全然どっかの大会とかで優勝とかされたり？はい、昔は。全然ね、こんなこと言ったら失礼かもしれないですけど、見た目的には空手してるってわからないですもんね。じゃあめちゃめちゃ強いんですね。いや、もうちょこっとだけ。すごいな。かっこいいですね。ありがとうございます。わかりました、ありがとうございます。質問なんですけど、なんでそんなに細いんですか？何か食事とかトレーニングとか取り組まれてることありますか？いや、そんなに何もしてないですけど。じゃあ食べ物も別に普通のものを食べてるんですか？油系とか、はい、お姉さん、私も何もしてないんですけど。何もしてないですか？多分なんか水着とか着るってなったら、何やろ、日本人の人ってやっぱちょっとで、なんていう、お肉とか乗ってたら気にする人が多いから、あ、水着着る前とかは極力ちょっと朝脱いたりとか、ね、なるほどね。結構そういう人に見せるタイミングっていうか、その前とかに準備するっていう感じなんですね。そうですね。太ってたら水着着いひん、まあ、そのレベルなんですか？痩せてる時だけ行く。じゃあ結構そういう女性の方って多いですか、日本人に？そんな人ばっかりやと思う。そうなんですね、わかりました。じゃあ特に何もされてはないっていうことですね。その直前にするっていう感じですね。そうですね。じゃあボクサーみたいな感じですね。減量みたいな。わかりました。それに向けて、なるほど、なるほど、わかりました。じゃあ質問なんですけど、なんでそんなに細いんですか？ありがとうございます。何かされてますか？食事制限されてたりとか運動してるとか？特にして、特にしてないです。普通にじゃあ脂っこいものとか食べたりとかも全然する？でも毎日納豆は食べます。なるほどね。じゃあ結構健康にいいもの結構食べたりしてるんですね。サラダとか。なるほどね。運動はしてないですか？運動はたまにチョコザップ。何、チョコザップ？ジムみたいに。ジムにね。なるほど。お姉さんはどうですか？ありがとうございます。いや、まあ、特に何もしないですけど、多分遺伝ですね。遺伝で、じゃあもう運動もされてないんですか？運動もあんましないです。行ってないです。行ってなくて、じゃああんま太らない体質なんですか？多分。でも顔はめっちゃ太ります。じゃあ顔につくんですね。なるほど、なるほど。それじゃあ顔につかないように何かされたりとか、食べ物これは抑えてるとかも特になく？特にないです。わかりました、ありがとうございます。質問なんですけど、すごい細い体されてると思うんですけど、何か食べ物に気をつけたりとかスポーツされてたりとかってしますか？食べ物は特にないんですけど、やっぱり動く。動くんですか？スポーツされたりとか、それか走ったり歩いたりとか？もともと趣味がダンスなんで。なるほど、なるほど。それでじゃあ結構カロリーは消費してっていう感じなんですね。食べ物はじゃあ油もんとかも全然食べるんですか？まあ、そんなガツガツはいかないですけど、でもどっちかって言ったら細身があんまり好きじゃないんで。そうなんですか、じゃあちょっと肉ある方がいいっていうことですか？そう、日本人なんですけど、やっぱり日本人ちょっとセクシーじゃないな。なるほどね。じゃあ細すぎたらちょっとセクシーに見えないっていう感じなんですか？
だから逆にね、あの胸も小さかったりお尻もちっちゃかったり、ああなるほどね、ちょっと子供っぽい、ね、あ体に見えてしまうんですね。そう、あだからどっちかって言ったらちょっと大きくなりたいかな。なるほどなるほど、そのために、トレーニングされてるっていう認識でいいんですかね。それもありますね。あなるほどなるほど、わかりました、ありがとうございます、はい、なんでそんなに細いんですか。朝とか昼一緒になったりってご飯抜いちゃうことがあって、なのであんまりしっかり食べてないからあんまり増えないっていう。なるほどね、健康的にはそんなに良くないかもしれない、はい、ということなんですね。健康的にはもっと食べたいと思ってます。なるほどなるほどなるほど、トレーニングとかじゃあされてはないんですか。あんまりしてないですね。あでもそれでずっとこれを健康、でもこの体型ずっとキープされてるんですか。そうです、ね、すごいな。じゃあ1日2食ってことですね。2食のこと多いです。なるほどなるほど。お姉さんどうですか。私も朝抜くことが多くて、なんか起きる時間が遅いんで朝昼一緒に食べたりとかするとか、あとは学生なんで、はいはい、歩いたりとかでカロリー消費してるんですね、はい、例えばじゃあ朝遅いってことは夜が遅いんですか。はい、夜も遅い。ああやっぱりバイトとかして帰ってきて、で夜遅くに食べてとかで、はい、あんま朝お腹空いてないみたいな、そういうパターンですかね、はい、なるほどなるほど。まあでもそんだけやっぱ歩いたりして自分で一応健康に気を使ってされてるっていう感じですかね。わかりました、ありがとうございます。じゃあ質問なんですけど、なんでそんなに細いんですか。日本人でもそんな細くない方やと思うんですけど、そうですか。女性からしたらそうなんですか。男性からしたら全然そんなイメージないんですけど、でもその細い人に憧れてするのはたまに YouTube 見て運動するくらい。じゃあもう家でできるようなトレーニングとか、ね、食生活とかどうですか。食生活は基本好きなもんいっぱい食べてます。それで こんな体型をキープできるんですか。いやいやいや、飲み来るって分かったらあんま食べへんよ。なるほどね、ボクサータイプですね。何週間か前ぐらいからちょっと減量みたいな感じで。なるほどなるほど。お姉さんどうですか。私も一緒、普通に夜2人でラーメン食べたりとか。あそんなん行くんですか。、はい、あすごいな。それでじゃあ家でまたその同じような感じで何かトレーニングされたりっていうの。気が向いたら、気が向いたら基本的にはじゃあこう人に見せると言いますか、そういう場面に行くときはその前からちょっと準備するみたいな、そういう方が多いんですかね。なるほど、わかりました、ありがとうございます。じゃあ質問なんですけど、なんでそんなに細いんですか。何か食事とか気使われたりとかトレーニングされたりしますか。最近あんまりお菓子はいっぱいは食べない。あなるほどなるほど、少しその量を減らしてるっていう感じなんですか、はいはい、でも普段はじゃあそこまでこれ食べないあれ食べないっていうのはしてないんですか。はい、してない。トレーニングとかも何もしてないんですか。部活に入ってて、あ部活で収録で筋トレとかしてます。あそれでか、あなるほどなるほど。じゃあそれもししてなかったらやっぱり全然違うと思いますか。はい、違うと思います。あなるほど、わかりました。じゃあお姉さんはどうですか。炭水化物あんまし取らないようにしてます。中心、じゃあ野菜中心のその食生活みたいな感じですか。甘いものと野菜。甘いものと野菜。甘いものでも取ってるんですか。はい、でトレーニングは何かされてます。バレーやってるんで。バレーボール、踊る方。あじゃあそれって結構カロリーも消費するんですかね。はい、わかりました、ありがとうございます。Allora abbiamo finito. Alcuni ragazzi dicevano loro preparano tanti giorni prima. L'altro invece non fanno proprio niente. Secondo me è proprio corpo anche un po' così. Quindi il vero segreto è di no, non vi arrabbiate. Secondo me dopo una certa età faranno un sport o training perché corpo cambia. Non so se generalmente perché noi mangiamo anche cibo fermentato, beviamo tè. Magari anche queste cose aiutano tanto. Secondo voi c'è un segreto che non hanno svelato? Lasciate nei commenti. Se avete qualche richiesta delle interviste lasciate nei commenti, proveremo a farlo. Ok, se vi è piaciuto questo video mettete un like ed iscrivetevi a questo canale, anche seguitemi ai social net per favore. Grazie mille per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo video. Hona!